ウマグウマグウマグはクロアチア、イストラ軍の都市及び基礎自治体である。男子プロテニス協会のトーナメントである、クロアチアオープンウマグが開催される都市として知られている。イストリア半島に位置し、クロアチアではサブドリーヤを含め最西端に位置する自治体である。2001年の国勢調査による人口は、ウマグ市外で7769人。 基礎自治体全体では12,901人であった。ウマグは他のイストリアの町と同様多民族で構成されておりクロアチア人の割合は最も多く59.6%を占め、以下イタリア人18.3%、セルビア人3.8%、スロベニア人2.2%、ボシュニャク人1.7%、アルバニア人1.3%、 その他1.57%である。ウマグが最初に研究されたのは7世紀にあるラベンナからの市民によってだが、すでにローマ時代には存在していたとされる。証拠として、多くのルスティツァと呼ばれるビラの跡が沿岸部で発見されている。また町の歴史は6キロメートル北にある狭い岬で発見されたシッパールの居住地跡とも関連している。9世紀、 城塞の居住地であったシパールは、ネレトバの海賊の蹂林によって荒廃した。しかしながら、この不幸な出来事の後は、うまグは、その立地から成長している。ウマグは、本土からは、小さな海峡により隔てられており、実際、この立地により、数世紀にわたり、侵入者からは守られていた。ローマ時代の繁栄は、頻繁に起こる侵入と、 コレラやマラリアなどの流行による不安定さにより多くの住人の数は急速に減少していった。その後、ウマグはランゴバルド人が支配するオドアクレテオドリクの一部となる。6世紀から8世紀にかけては、ビサンチン帝国の支配下にあり、続く751年にはランゴバルド人が774年にフランク人が支配している。この間、 頻繁に支配者が変わり、不安定であった。しかしながら、ベネチア共和国が力を増すようになると、ウマグを含め、イストリア西部の街は、ベネチア共和国に忠誠を誓うようになった。1269年にウマグのコミューンは、ベネチアに忠誠を誓い、1797年まで、それは続いたが、この期間平和なわけではなかった。 ジェノバ共和国との長期間の衝突はより多くの破壊や略奪をもたらしている。1370年、ジェノバ共和国の海軍は、ウマグを攻撃し、町の公文書館を破壊している。薬病の流行によって多くの住民が犠牲になると、ベネチア政府はオスマン帝国からの侵入の恐れのある領土からの新たな居住者を入植させることを考えた。数世紀にわたり、 ベネチアの支配下に入った馬グの経済はもっぱら、農業を経済の基礎として織り交は余剰となった内陸の農産物の2役に利用されていた。ベネチアが崩壊するまで馬群はイストリアの他の街のように歩んでおり、共同体は1541年からの規定により保障されていた。ベネチア共和国が崩壊すると、 他のアドリア海沿岸の町と同様に1815年までフランスの支配下に入り、続いて1918年までオーストリアの支配下にあった。第一次世界大戦時にはイストリアはイタリアの一部となり、第一次世界大戦後のトリエステ危機が起こると、トリエステ自由地域が設立されるマグは、ユーゴスラビア軍が統治する B 地区に含まれ、最終的に1954年に、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国のクロアチア社会主義共和国となった。その時までに多数を占めたイタリア人の多くは去っている。新たなクロアチア共和国成立後の1993年、新たな制度のカウマグは独立した基礎自治体として成立され、1997年に市として定められている。この地域の自然的な特徴は、 経済開発のすべての面で影響を与えている。馬具の地理的な場所は、特に第二次世界大戦後以来、観光業の急速な発展を確実にしてきた。大きな西ヨーロッパ市場に近いことや、中東欧諸国の発展などとこの地域で最も重要な産業である農業や、他の経済的な分野が密接に関連し、拡大している。肥沃な土壌と広大な工作化のうちでは、 伝統的に地中海農法が行われており、オリーブなどが収穫されるほか、ワインの生産も伸びている。ウマグでは20世紀初めから食品加工業が行われており、魚介類やトマトの加工や製粉所の建設などが行われ今日ではパン工場などがある。今日、新たな工場が2つの工業地域で成長しており、インフラの整備や再整備が行われているほか、 支援体制も整備されつつある。ありがとうございます。